おいすノーキンハンクです。よろしくお願いします。はい、ということで皆さん FF4 コラボ楽しんでますでしょうか。もうそろそろ終盤に差し掛かってきておりますね。裁きの試練とかキャラの育成はかどってますでしょうか。今回のね、動画のタイトルが地獄のようなタイトルになってるわけなんですけども、まあ特に怖い要素とか R18 指定はないので安心して見てください。はい、ということでまず現段階でどういう状況かっていうのをお伝えしていきたいと思います。まず一番初めに来ましたセシルですね。はい、こんな感じで覚醒が終わって限界突破も終わっております。ジョブの育成がねまだ全然間に合ってないっていう状況ですね。はい、一応セシルは終わっております。次にカインですね。はい、覚醒は終わっております。限界突破が4なんですけども、はい、残りがこんな感じになっております。次のログインボーナスで200個になって貫突が完成するという状況までなっております。次ローザですね。はい、これも4突なんですけども、ちょっとねショップ更新とか出が悪くてちょっとこんな感じでまだ溜まってないんですけど、まああとログインで20個もらえますし、まあ気まぐれ屋とかね、あと何個か買っていったら貫突まあ間に合うかなという感じになっております。最後にですが、デモンズウォール、ビジョンカードですね。はい、ちょっとね、全然強化するものがなくて、中途半端なんですけども、今こういう感じなんですよ。3突なんですけども、虹玉がね、なさすぎて、貫突できないんですよ。虹玉があったらね、もうすぐに4突までね、いけるという状況なんですよね。素材がね、ちょっと足りなさすぎてね、もういろいろ今回でね、使いまくったんでね、大変ですよ、本当に。素材を買うのにも課金しますからね。ショップ更新するのにも課金、ガチャにも課金という感じで、課金課金してました。はい。という感じの状況なんですよね、今はね。はい。と、まあ、こんな感じで、そこそこ育成が終わりつつある状況なんですが、まあ、まだね、育成途中ですからね、石が全然ないので、また課金しないといけないわけなんですけども、とりあえずね、一旦この辺で、皆さんが気になることですよね。いくらかかったんだというところをね、まあ今回、包み隠さず発表していきたいと思います。まあ、ガチャに課金、育成にも課金、そして今、裁きの試練が来てますんで、回復薬の補充もしないといけない。っていうので、そっちにも課金をガンガンしてるわけじゃないですか。そういうのをすべてひっくるめた金額を発表したいと思います。ちゃんとね、iPhone で、課金履歴見れますからね。それを全部足した数字が、なんと、途中でアイキャッチを挟むなーって思ってるでしょ。有名でもないのにそんなことするなーって思うでしょ。ちょっとやってみたかったんですよ。はい、じゃあね、発表します。かかった金額は208,820円です。これが高いのか安いのかちょっとわかんないですけど、今回はねそこそこガチャ運が良かったので、ガチャにはそんなにまあ、金額はかからなかったのかなっていう感じがしましたね。やっぱりね、ショップ更新ですよね。高すぎますよね、本当にね。そこにね、ほとんどつぎ込んでるんじゃないのかなと思いますね。なんか息を吸うように課金をしてたんで、もうどれだけ課金してたか全然自分でも分かってなかったんですよね。課金履歴を見ると、もう日付がね、毎日のように課金してました。まあ、今回取ったデータは、セシルがピックアップした7月の22日から今日撮影してます8月の9日ですね。まあ約20日間ぐらいで208,820円ですね。まあだいたい1日1万円ぐらいの計算になりますよね。なんとお金のかかるゲームなんでしょうか。まあおかげでね、ほとんどのキャラの、まあ、貫突終わりましたけど、なかなかないんじゃないかな。なんかガチャで20万したっていう方はね、結構いろんなゲームでは聞くんですけど、キャラは持ってるのに育成するのに何十万かかるっていうゲームはね、まあなかなかないんじゃないでしょうかね。ヒロノ先生、さすがですよ。
はい、という感じで今回は課金事情のお話でしたけども、まあ正直ね、こんだけ課金した俺が言うのもなんなんですけども、ここまでやる必要ないです。こんだけしないと楽しめないのかって言ったら、まあそんなことないですからね。だからこれ初心者の方、この動画見てもやっべーゲームだなと思わずにのんびりやっていってください。 FF4 コラボで石の節約我慢できたよっていう方は、次のガチャでぶっ破するのもいいんじゃないのかなと思いますね。というのも、次来るガチャが水着ガチャだと思うんですよね。おそらくグラセラが脱ぐんですよ。強いに決まってますよ。今回の FF4 コラボでまあ20万ぐらい使ってますけども、まあ次グラセラ来たらまた攻めますよ。給付金全部使っちゃって、もうかなり質素な生活してるわけなんですけども、まあグラセラはね、ヒロノ先生と同格レベルで好きなんで、それはまた来たらね、ガチャで引いて貫突するでしょう、おそらくね。はい、という感じでね、まあいろんなイベントがね、この先も控えてるということなんで、課金はね、計画的にしてくださいね。はい、という感じで今回の動画を終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。